はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、車の中なんですけどもね、今日は病院で歯医者に来ております。なんとですね、粘液嚢胞がね、再発してしまいまして、まあ、今回のね、その粘液嚢胞はね、前回のようなね、肉片がこう突き出たような、飛び出した感のような感じじゃなくてですね、まあ、その粘液嚢胞とね、画像検索をしたらね、出てくるようなベーシックな水ぶくれです。まあね、変にね、こうベロがね、突っ張った感じがしてね、まあ、すごくね、違和感があったんですよ、いきなりね。で、ご飯食べ終わったらね、こうほんまに、うわ、なんかおかしいなっていう違和感があって、鏡でね、あーって見たらね、ほんまにね、めっちゃ水ぶくれなんですわ。で、ほんでね、その何を思ったかね、こう潰してしまいまして、まあ、というかね、その穴を開けてしまってね、中の唾液をね、出してしまったんですよ。粘液嚢胞ってね、その粘液嚢胞がベロにできるってことは、唾液腺があるところ、唾液が出るところが、水ぶくれに変な袋ができてしまって、膨らんで水ぶくれになってしまうわけなんですよ。で、それをもう知ってたから、あ、いけるわと思って、で、まあ、そのね、もうめっちゃ興味本位でね、ほんまにやってしまったんですよ。まあ、調べたところでは、ほんまに自然に潰れても、中からほんまに唾液が出るだけなんで、まあ、特に問題はないですよ、問題ありませんよ、と書いてあったのでね、別に潰れたところで問題ないということでね、まあ、自らの手でね、あやめてしまいました。しかもね、そのね、粘液嚢胞、今回の粘液嚢胞ができたのが、その先々週の、歯医者の日のね、翌日の夜でして、その日にね、潰してみるとですね、まあ、突っ張りがなくなったので、まあ、その後ね、ほんまにね、快適やったんですよ。で、そしてしばらくしてね、日にちが過ぎたらですよ、またできてましてね、まあ、今度はね、小さめやったんですけども、また突っ張りがする感じがほんまに嫌やったので、まあ、またまたその潰してしまってね、中の唾液をね、出してみました。そしてね、まあ、今日でしばらく経つんですけども、特にね、突っ張った感はないんですけどもね、でもね、少しね、違和感があるので、まあ、見た感じはね、何もなってないんですけども、まあ、触ってみたらね、少し膨らみがあるよなーっていう感じなんです。以前にね、その摘出した時にですね、またできるかもねってね、先生に言われてたので、でもまあ、その時からね、もう2ヶ月以上は何もなかったので、もうならへんのかなーってね、こう思ってたんですよ。でもね、その時とね、まあ、明らかにね、口の中の状態がね、違いまして、まあ、先々週にね、その銀歯を作ってもらったことをいいことにですね、少しね、固形物をね、噛んで食べれるようになって、咀嚼回数がね、増えたんですよ。まあ、嬉しいことなんですけどもね。そうしたらね、まあ、人間の体というのはね、その咀嚼をするとですね、その唾液の分泌がね、活性化されるんですよね。まあ、なのでね、その7月下旬にね、その粘液嚢胞を摘出した時の、その歯の状態とね、そう比べるとですね、今の状態と比べるとですね、まあ、当然のことながらめっちゃ噛みますので、当然のことながらね、唾液が出ます。で、それが原因かとね、睨んでます、今の僕はね。まあ、なのでね、このことはね、これから先生にね、報告していきます。そして今回はね、その虫歯の治療の続きということでね、まあ、一番放置されてたね、皆さんね、ずっと見てくれてる方だったらね、もうご存知だと思うんですけどね、左奥歯にね、取り掛かってもらいます、今日はね。これはね、その前回のね、歯医者の通院でね、先生がこう自らです、先生が自らこう言ってたので、きっとね、ちゃんと今日は穴を塞いでくれるはずなんです。ね、ようやくね、その半年以上もね、僕をね、悩まされてた、その左奥歯がね、解決しそうです。っていうかね、ほんまにね、左奥歯はね、終了してくれるんでしょうかね。ちょっとね、確実性はね、まあ、言ってみないとわからないもんなんですけども、どこか不安ですよ、ほんまに。まあ、ね、その前回の銀歯もね、その粘液嚢胞が再発してしまうくらいにね、絶好調やから、まあ、何の問題もありませんし、まあ、他のね、その歯にも特にね、痛みはありません。ただ、欠けてしまったり、その削れてしまってるとこや、その前回の銀歯よりも前に、割れてしまっ
ったあの下のね、その割れて外れてしまった右下奥のね銀歯もあるんですけど、実はねそこはねまだね修復してもらってないので、まあ、先にねそちらをされるとねまあそのすごく困りますので、そこはね後回しにしてくれていいので、真っ先にね今日はね左下奥歯のをねこう出会い頭開口市場でねリクエストしてみます。今日はねもうね歯が痛くなることはね次回のね内科の通院でね免疫抑制剤が減ってもうそのままねなくなっていくと思うんですけども、そのまあ最近のね僕の動画を見てくれてる皆さんならねまあお気づきかもしれないんですけども、僕最近目がおかしいでしょ、目お気づきになられてますでしょうかね。もう目がおかしいんですよほんまに。まあねその先週ねその通院でね眼科もあったんですけどもね、まあその時にね左目の黒目の下半分がめっちゃ傷があるとね報告させてもらったんですけども、皆さんに動画でね、まあでもそれはねその美人眼科医がですねその免疫力の低下が原因だと言ってましたけども、まあ、明らかにそのね GVHD だとね僕はね睨んでます。まあ、なぜならねその美人眼科医がね担当になる前のね先生が骨髄移植が原因でもありますって言ってたので、もうね免疫抑制剤が減ってくるとね GVHD がね出てくるのでね、それがね原因でもあるとね僕はねほんまに睨んでるんですよ。でこれはねほんまにはっきりさせたいので、まあ、というかね先生の口からはねはっきりとね断言してもらいたいので、まあ、次回の眼科のね通院でねこれは聞いてきます。というかね、まあ、先週の眼科でね初めて言われたんですけども、どうしても痛かったり違和感があって我慢できなかったりしたら次回のね予約よりもね早く来てくれてもいいですよってね言われたんですよ。いや僕ねその眼科でねこんなこと言われたのはねほんまに初めてだったからね、ねちょっとね心が救われました。まあ、これまではねそのまあそこまで目で悩むことはなかったので、ほんまにその眼科というのはね自分の中でねランク的にはねもう最下位やったんですけども、体の状態はね変わっていくものでねこう一難去ってまた一難という感じでね、まあ、今回はねそのね眼病がね浮上してしまいました。そのね美人眼科医からね出された新しい指示でね目薬を刺す回数をねこれまでよりも増やすようにとね命じられましたので、まあ、指示に従ってやってみて、まあ、それでも調子が悪かったら予約よりもね早めにね受診します。今回は我慢しません。目なんでねやっぱりねちょっとね怖いですよ。入院中にね視床角膜炎になったその恐怖がねまだ消えてないのですごくビビってますね、えほんまにあの頃からねずっと動画を見てくれてる人とかね、その、まあ、今までの動画でも何回かお話させてもらったことあるんですけども、まあ、そのねお話をねすごく覚えてらっしゃる人とかやったらねもう分かってくれてると思います、この気持ちをね。だからね目に関してはほんまに、怖いのでもう見えなくなったら嫌なんでねすぐに受診すると決めております。まあ、そんな感じでね、まあ、そろそろね時間なのでね歯医者行ってきます。まあ、でもどうせね時間通りに行ってもね、まあ、待たされるに決まってるんでもうちょっとゆっくりしようかなと思ってますけどもね、まあそのねこの動画をね編集をしながらね時間を有効活用しておきます。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。